ハンドレページハリファックス。ハリファックス。ハンドレーページハリファックスは、イギリス空軍の4発銃爆撃機である。開発は、ハンドレページ社。アブロ社が開発した、アブロランカスターと同世代の銃爆撃機で、第二次世界大戦が終結するまで運用された。ハリファックスは、オーストラリア空軍、カナダ空軍、ニュージーランド空軍、さらに、ポーランド空軍など、 多数の国で使用された。ハンドレページ社は空軍省の出した COP13-36 に合致するバルチャーエンジン2機を搭載した HP56 を開発した。しかし本機は開発中のエンジンであるバルチャーエンジンを用いたため性能オフであった。そこで1280馬力のロールスロイス製。 マーリンエンジン4機に増強した HP-57 が設計された。イギリス空軍は最初の試作機が飛行する以前に100機を発注した。重爆撃機の名称に慣例となっている町の名前として、ウェストヨークシャーからハリファックスと名付けられ、MKI マーク1が1939年9月24日にバイチェスター空軍基地で初飛行した。 合計で6176機のハリファックスが生産され、イングリッシュエレクトリック、フェアリー・アビエーション、ルーツ・モーターズ、ロンドン・エアクラフト・プロダクションなどの工場でもやれた。そのうち、イングリッシュエレクトリックのサムレスバリー工場では、戦時下に2000機以上が生産された。1946年11月まで製造が続けられたが、量産のピーク時には1時間1機のペースで、 生産されていた。ハリファックス MKI は両翼に6つの爆弾を搭載できるほか6.7メートル22フィートの爆弾層を持つ。爆弾の搭載量は5897キログラム13000ポンドに上った。マーリンエンジンは木製の久殺足プロペラを駆動した。本機の防御滝は 機種に 7.7mm ブローニング M1919 十機関銃を2門、ビブに4門を装備した。機種とビブの機関銃は、ボールトンポール正方塔に搭載された。ビームアタックに備え、真横を車線に捉えた左右各1門のビッカース系機関銃を、胴体中央の側面に搭載するハリファックスもあった。わずかな改良によって、MKI は細分化された。 最初の MKI は MKI シリーズ I と称された。続くシリーズ E では、総重量が 26,310kg、58,000ポンドから 27,220kg、6万ポンドに増えた。シリーズ E では、より大型なラジエーターを搭載し、燃料搭載量を増強した。これらの MKI には、同じ主翼のエンジン2機が停止する事態になるか、 急な起動を行うと機体が切りもみ状態に陥るという欠陥があり、それが尾翼の設計に起因していたことが判明した。1390馬力、1 0 4 0ットのマーリン XX エンジンを導入し、胴体中央の機関銃に代わって2連装の 7.7mm 胴体背部砲塔を搭載した。ハリファックスは BMK-E シリーズ I と称された。MK E シリーズ I では、機種と背部の砲塔を撤去することで性能を向上させた。MKE シリーズ IA は、大きな垂直尾翼とパースペックスノーズに変更で、エンジンはマーリン22エンジンに換装された。また、背部には、デファイアントタイプの4連装砲塔が搭載された。尾翼の設計変更で、初期型の方向打のオーバーバランスがもたらす。 失速による縦性不良を解決し、パースペックスノーズは、後のハリファックスで典型的な機種形状となった。メッシエ製ランディングギアの不足のため、ダウティ製ランディングギアが使われた。メッシエ製ギアと互換性がなく、ダウティ製ギアを装備した、ハリファックス MKE は、新しい故障を与えられ、MKV と称された。ダウティ製ギアの使用は、MKE よりも、 生産の効率向上につながったが、着陸重量が1万8 0 0 0ラム、4万ポンドに減少したため、通常は沿岸軍団や訓練部隊に回された。MKV は、ルーツのスピーク工場とフェアリーのストックポート工場で生産され、MKE の総生産数1966機と比較して1944年から始まった。 MKV の生産数は904機にとどまる。最多の2091機が生産されたハリファックスの派生型は1943年に登場した BMKE であった。尾翼やパースペックスノーズなどは MKE シリーズ IA と同様だったが最も大きな変更はマーリンより強力な1650馬力1230 キロワットのブリストルハーキュリーズザビエンジンを搭載したことである。その他にはデハビランド製の油圧可変プロペラの採用、丸みを帯びた翼端への変更であった。m k 4 n の設計は、ハーキュリーズに排気タービン化吸気を組み合わせたものだったが、生産されることはなかった。決定的なバージョンである BMK バイは強力な1800馬力、1300キロワットの ハーキュリーズ100エンジンを搭載し、最終的な爆撃型である MK バイでは、ハーキュリーズザビに戻された。これらの派生型はいずれも少数しか生産されなかった。防御火器を装備しない CMK バイブは、爆弾層のスペースに貨物を搭載し、乗客11名を空輸できる輸送機型であった。すべてのスペースを落下3部隊の搭載に振り向けた。 MKA9 では最大16名の武装兵と各種装置を搭載できた。輸送、貨物型のハリファックスはハンドレページハルトンと称された。民間向けのハリファックスやハルトンは爆撃機や輸送機の運用国以外でもスイス、ノルウェー、イギリス領インド、南アフリカ共和国などの航空会社で採用された。製造されたハリファックスは 1940年11月に大瀬のリントン基地の第35飛行隊に引き渡され、1941年3月の11日から12日の夜にルアーブルに対して最初の爆撃を実施した。また、沿岸軍団の下で対戦紹介に使用された。爆撃以外にもグライダー栄光や電子戦機としても利用され、パラシュート効果や、 物資の空中投下など汎用な任務を引き受けた。爆撃機軍団でハリファックスは82,773回もの作戦で投入され224,207トンに上る爆弾を投じたが1,833機を損失している。イギリス空軍とフランス空軍は戦後の1952年頃までハリファックスを運用し パキスタン空軍に至っては1961年まで使用した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。